無駄づもなき改革は、大和田秀樹による日本の漫画。近代麻雀オリジナル市場において2006年3月号から、不定期掲載され、2009年4月からは、近代麻雀に遺跡連載されている。2015年に一旦終了したが、同志の2017年9月15日号から、新シリーズ、無駄づもなき改革プリンセス・オブ・ジュパングが、連載されている。 日本、アメリカなどの首脳同士が F-15 戦闘機などをかけてマージャン外交を繰り広げるという型破りな内容となっている。なお、登場人物は実在の人物をモデルにしているが、あくまでこの作品はフィクションです。実在の人物とはあまり関係ありませんとの注意書きがある。2021年7月時点で、 シリーズ累計発行部数は280万部を記録している。メディアミックスとして2010年に OVA 化された。主人公マージャンを禁じられているためマージャンに関する知識はほぼゼロ。ステファイの時はゴミ箱にそのまま捨て、メンツのことをフレンズと名付けた。第二次世界大戦終戦時に来日したマッカーサーは天王を。 東京裁判に出廷することを命じた。それを聞いた、吉田茂は GHQ へ行き投廃を開始する。マッカーサーの麻雀力を見た吉田は、マッカーサーの野望に気づいた。天皇を出廷させその責任を、ハリー・エストルーマンになすりつけ失脚させ自身が、大統領選に出馬するものであった。そこへ箱の先祖が現れた。実は、箱の先祖は、 昭和天皇であり、人代の麻雀を見たマッカーサーは、昭和天皇に、日本国民の安全を保障する代わりに、昭和天皇の一族に麻雀を禁じた。自由民主党民主党社民党国民新党第13、独立麻雀部隊そのたつきに建国された、ナチスによる、ノイエス・ドイッチュラント。アメリカ、及び、ソ連による月開発を断念させたのが第四。 帝国の存在であったという。月面への帝国本土移転プランは、すでに廃色の横行になりつつあった第二次、大戦末期には完成していたようである。尖閣諸島沖の序復後にて、毛沢東共産党主席率いる、新、共産党により建国された国家。共に復活した、公営兵たちと尖閣諸島を併合して、反抗の取り出とし、 中国共産党を中原から追い出し新たなる文化大革命を起こすことを目論んでいる。本作中に登場する役満を含めた大物でや特徴的な手を統一して勝ちだと呼称する。役それ自体は多くの場合実際の麻雀の役がそのまま使われている。ただし本来のものとは全く異なる読み方をされるのが特徴。 登場人物の個性や所属を反映したものが多く、これらの技名自体が本作の作風の一環を成している。ローカル役の説明などは特にされていないが、点数を別にすればオーソドックスなルールが採用されている。作者の大和田は本作執筆の縁から2007年7月に行われた竹書房第18回漫画家マージャン大会に参加。 天敗即リーチしてみたら一発、つも裏ドラで漫画、親の時、ハイパイ時点でドラのアンコウができていたなど、本編さながらの強運ぶりで、見事優勝を飾った。作中では日本をはじめ、世界各国の政治家を登場させているが、これまでのところ関係者からの抗議を受けたことは一度も、ないという。さらに、麻生太郎のモデルである、 麻生太郎が本作を愛読していると語っており、第6巻の帯に本人の写真が掲載されている。関連書籍2010年2月26日に OVA 無駄相もなき改革ザ・レジェンド・オブ・小泉マイナスとして発売された。YouTube およびニコニコ動画においてニセ丸の個人名義で、第1話北野巻が投稿され、公式サイトでも視聴が可能だった。第2話と、 第3話は原作にないオリジナルのストーリー展開となっている。制作人、キャストは邪道魔法少女シリーズからの引き継ぎとなっている。大魔法峠同様原作の過激なギャグがパワーアップされている。北の巻中の巻中の巻ありがとうございます。